おー、これはすごい。お腹周りが気になる人は一度はプランクやったことあると思うんですけど、これ実は体を水平に保つよりお腹の位置を下げた方がお腹へこませる効果高いってご存知でしたか？一般的には体はまっすぐしてねって言われてるんですけど、お腹下げたら正直3倍早くへこみます。今回は20秒を3セットやるだけ。メリットからデメリット解説していきます。プランクのデメリットはお腹よりも腕が疲れる、腹筋に効かずに腰に効いてしまう、こういったことがあるんですが、ここはうまいこと呼吸を使っていく。プランクの前にウォームアップを少し入れることでお腹に効かすことができるんです。しっかりお腹に効くようにやっていきますんで、一緒に頑張りましょう。お腹を使う意識と腰を丸める意識ができないとプランクはお腹に効きません。まずその2つをストレッチを行ってからやっていきます。うつ伏せの状態から手を脇の下について上体を反らしてキープしましょう。息を長く吐きながらお腹を下から持ち上げるようなイメージです。吸うのは一瞬で、長く吐いてください。次は上を向いて寝ましょう。膝を抱えて体を引き寄せる感じでお腹を使いながら腰のストレッチをします。お腹へっこましながら息を長く吐いてください。あと少し手の力をたまに抜いてお腹を使う意識をしてください。息は長く吐きます。どんどん中を引っ込めます。一瞬です。で、ふーっと長く吐きましょう。はい、OK です。それでは腰取りプランクやっていきます。まっすぐのままだと腰がどうしても取れてしまってお腹の力が抜けてしまうことが多いです。まずは腰を一番高く上げてお腹を締めたまま、まっすぐよりもちょっと下まで下げてキープです。息を吸ってる時は腹部が開いて息がなくなるぐらいの時に鍛えられますんで、長く息を吐くことを意識しましょう。今回20秒しますんで、目安としては呼吸は3から2回、6秒から10秒ぐらいを目安に吐いてください。いきましょう。一度お尻を持ち上げてお腹が下がった位置からスタートです。いきます。力を入れたまま体を下げてスタート。息を長く吐いて、オッケー。まだね、1回目のね体力残ってますから、あともう2回やったら OK。 つま先と肘をこういう風に縮めるような感じで地面に力を入れてください。2回目いきましょう。スタート。効いてきた、効いてきた。あともう一回頑張りましょう。それではいきます。スタート。オッケー。効いてる、効いてる。おまけとしてあと2種目、今のお尻を
上下に動かします。今度はお腹を縮めたり伸ばしたりしていきましょう。同じように20秒、お尻を上げたら下げる、上げたら下げる、繰り返していきます。呼吸は一緒、いきましょう。スタート。あともう1回で終わり、ラストいきましょう。お腹引き締めましょう。いきます。スタート。酸欠、まだ元気ある人は次の動画頑張っていきましょう。